ずっとまたサボりか？違うよ。今日はメリッサに言われたことを全部ちゃんと片付けたよ。メリッサか。彼女は気量はいいし、ハキハキしてしっかりしてるよな。俺がもう10歳若けら嫁さんに。後で絶対後悔するよ。ジュート、そういえば記憶は戻りそうか？全然。でもここ最近顔色も随分良くなったな。まさにジュートって名前にぴったしだな。でもジュートって雑草の名前なんだろ？そいつは生命力の強い草なんだぜ。メリッサのネーミングセンスは最高だな。記憶を早く取り戻して雑草のごとく強くなれってな。雑草のごとくってなんかカッコ悪いよ。俺の本当の名前はもっとマシなはずさ。でも覚えてないんだろ？彼女に名前つけてもらって木刀も使えるようになったし感謝しろよ。そういや、なんでジュトって神剣が使えないんだ？記憶を失う前に戦争に巻き込まれたとか、まさか切りつけられたことがあるのか？いやー、こいつを見ていると戦場でも逃げ回ってばかりだったと思うぜ。みんな、俺をからかって楽しい？冗談だってことくらいわかるだろ。木刀でも使えるだけマシになったもんさ。
それにここで戦争が始まっても南部軍が助けてくれるさ。そんなもんかな。やっぱりダメだ。どうしても真剣は握れない。どうして俺は。あなたは覚えていないようだけど、おそらく戦争を経験したんでしょうね。すごい恐怖だったと思うわ。大勢の人が死んでいくのを見るのは。だから人を傷つける真剣が怖くなったんじゃないかしら。俺が？真剣がダメならまずは木刀から始めましょう。ごめん、俺何の役にも立てない。心配しないで、いつかちゃんと使えるようになるわよ。武器は誰かを傷つけるためではなく、自分自身を守るためのものだもの。戦争の経験だったのだろうか。なぜか俺は今も真剣を握れずにいる。メリッサのおかげでなんとか木刀は使えるようになったが、依然武器としての真剣は握れない。過去なんか関係ないと思ってる。でも真剣を握れないわけは知りたい。俺の過去には一体何があったのだろう。何ぼーっとしてるんだよ。本当に拗ねちゃったのか。ガキじゃあるまいし、考え事してたんだよ。俺は村に戻るよ。おじさんたち頑張ってね。おお、そうだ、聞いたか。今日村に王者様が来るってよ。え、本当に。あの恐ろしいセンティネルに対抗するために組織された対センティネル部隊のリーダーなんだってよ。その上美人だって噂だからみんな浮かれてやがるぜ。すごいな、俺も見に行こう。